いくん、唐揚げの聖地中津に来たよ。中津唐揚げ、唐揚げマイスターのところに来たよ。中津唐揚げだよ。文豪屋本店。何にする？あ、お品書きね。何にしようかね。よだれしか出ない、もはや。いや、お腹空いたな、やっぱり一番。あ、でもこっちなんだ。ミックス。あ、これにするか。人気ナンバーワン。せせりに手羽先が3番になってるよ。どうするどうする、普通にコロッケとかそういうの持ってるんだね。ないよ、うん、日本の唐揚げが世界を変える。すっごいね。文豪屋の中津唐揚げとは、素材は新鮮な九州産若鶏精肉を使用し1ヶ月熟成させた文豪屋秘伝のタレを飲み込み、一晩寝かせてから次の日にお客様へお出しします。大分県中津市は町中至る所に唐揚げ屋さんがあり、人口8万人の町に唐揚げを販売するお店は50店以上もあります。唐揚げ屋さんがコンビニよりも多い地域でケンタッキーが撤退したという話は有名です。唐揚げ聖地中津唐揚げ、塩唐揚げと、ごめんなさい、うまいんです。最高金賞受賞、イエーイ。食べよう、ここって文豪っていうか武前だね。武前だけど分からん俺全然。大分だから文豪っていうのか。武前は福岡でってことか。まあいいや、食おう。食べよう、食おうぜ。食って、あーちゃん楽する？食って一言感想を述べて、200文字で。なんなのそれ。やだ。いただきます。あ、混ざっちゃった混ざっちゃった。はい、食べて。いきなり言っていいの？いいよいいよ。こっち醤油ね。うん、だよね、醤油だね。いただきます。はい、まずお醤油味から。はい、溶ける。あ、飛んじゃった。溶ける溶ける。食べたらわかるよ。うん、うまい、うまいよ。軟骨もめっちゃ柔らかい。あー幸せ。軟骨食べてみて。はい、硬くない、全然硬くない、はい、うん、バカにしてる感じ。でも餃子おう、ダブルダブル、でかめっちゃでかいね。うん、でかいそれ。塩味はどうだい？うまい。もうお肉が美味しいんだ。もうタレじゃない。タレじゃない。塩の方が好きかも意外と。うまい。まあ両方買ってみて。お肉だ。もう。いや、お肉だよ。お肉だね、これは。あーちゃん。あーちゃん。うー。ウェイ。ウェイウェイ。ウェイウェイ。ウェイウェイ。イェイ。イエーイ、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 笑ってます。ちゃちゃ、暑い今日は。あーちゃん、あーちゃん、やっほー、あーちゃん、あーちゃん、笑ってますね、お気に入りですね。あーちゃん、あーちゃん、ブンブンブン。いいね、いいね。